どうもこんにちは、うどんです。今回は7月8日に発売されるブースターパックサーキットブレイキングで登場する新しいテーマバレット、こちらを作ってきたので紹介していきたいと思います。バレットモンスターはリンクモンスターの効果対象になった際、自身を破壊することで相手の場に何かしらの影響を与えるという能力を持っています。アネスバレットドラゴンであれば、リンクモンスターの効果対象になった際、自身を破壊することで相手の場の効果モンスターの効果をターン終了時まで無効にし、そのターンそのモンスターの攻撃を封じます。オートバレットドラゴンであれば、自身がリンクモンスターの効果対象になった際、自身を破壊することで相手の場のマジックかトラップ1枚を墓地に送ることができます。マグナバレットドラゴンであれば、リンクモンスターの効果対象になった際、自身を破壊することで相手の場のモンスター1枚を墓地に送ることができます。またすべてのバレットモンスターは破壊されたターンの終了時、デッキから自身と名前の異なるバレットモンスター1体を特殊召喚することができるという能力を持っていますので、テーマ全体的には非常に和持ちがいいものとなっておりますといったところでですね、正直いくらね破壊されて後続を呼ぶ力に優れていても、こいつらは盤面にいるときは基本的にはただのバニラ同然、リンクモンスターの効果対象に取られたときに初めて能力を発揮します。まあだからといって相手はねこいつらを対象にリンクモンスターの効果使ってくれるとは、まあ、とても思えませんとなってくると、こいつらの能力を最大限に活かそうとするならば、自分のリンクモンスターの効果対象に取ってあげるというのが一番いい方法なんじゃないかなと思います。そこで活躍してくるのがこちら、バレルロードドラゴンですね。このモンスター1ターン1度誘発特殊能力で場のモンスター1体を対象に対象の攻撃力を500ポイント下げるという能力を持っています。まあ、一見パッとしない能力なんですが、各種バレットモンスターの効果を起動させるにあたっては、まあ、十分すぎる能力なんじゃないかなと思います。バレットモンスターだけだと、まあ、単純に場持ちがいいだけの壁みたいな、そんな扱いのこいつらでしたが、バレルロードドラゴンが場に出るだけで、こいつらは妨害札に変わるわけです。さらに相手を妨害し終われば、まあ、ターン終了時っていう若干のラグはあるものの、次の妨害札を盤面に揃えることができるわけです。相手からすると非常に厄介で、何が止められるか、何を妨害されるかっていうのがもう分かりきるわけですね。マグナバレットドラゴンとバレルロードドラゴンがいればモンスターを止められるな、オートバレットドラゴンとバレルロードドラゴンがいれば魔法トラップが止められるな、まあ、こんな感じで相手からするともう何を止められるかっていうのが明確に分かるわけですから、ちょっと動きづらくなるわけです。まあ、こんな感じで相手にこうプレッシャーをかけながら相手の動きを鈍らせつつ、まあ、自分にとって有利な盤面を築き上げる、まあ、そういう風に戦っていくのがバレットデッキの主な戦術になってくるんじゃないかなと思います。まあ、つまりは、バレルロードドラゴンプラスバレットモンスターを場に出す必要性があるわけです。バレットモンスターは全部下級モンスターなんで、手札に引きさえすれば、まあ、前転簡単に出すことができる上に、クイックリボルブというデッキからバレットモンスターを特殊召喚するという速攻マジックがある兼ね合いで、まあ、そこまでこいつらを場に出すこと自体は難しくないのかなと思います。問題はこのバレルロードドラゴンです。こいつらはただ場にいるだけだと、ただの壁以上の存在にはなることができません。バレルロードドラゴンがいて、初めて妨害札になることができるわけですから、こいつをいかにして出すか、いかにして早く出すかってことは、非常にこのデッキにおいて重要な要素になってきます。なのでちょっとね、最後にバレルロードドラゴンをこのデッキでどうやって出すかを少しだけお話ししてからレシピの方に移りたいと思います。まずはヴィーナスですね。まあ非常にまあ分かりやすいというか、まあため息した方はいるのかな。1500ポイント払うことでデッキから玉を3体出して、1体使って、リンクスパイダー、2体使ってプロキシードラゴンで、まあリンク1のスパイダーとプロキシーと、ヴィーナスを使ってバレルロードドラゴンを、リンク召喚することができます。まあ、二つ目の方法としては、まあ、ゴーフープラス、まあ、何かしら効果モンスター1体ですね。まあ、ゴーフーは、場に、自分の場に何もいないと聞いて、だから特殊召喚して、トークンを2体生むことができます。よいしょと。じゃあ、このトークン2体を使って、プロキシードラゴンをリンク召喚。そんでもって、ヴィーナスを通常召喚して、この3枚でリンク召喚。リンク4で、またもやね、バレルロードラゴンをリンク召喚することができます。最後3つ目、サイバースガジェットと、コラプサメモ。この2枚でも、バレルロードラゴンを簡単にリンク召喚することができます。まあ、サイバースガジェットを召喚して、こいつ1体でリンク召喚。出すのはリンクディサイシブルだっけ？ディサイプルか。先月号の V ジャンの付録かな？についてたモンスターです。はい。で、サイバースガジェットは墓地に送られるとトークンを1体生成します。で、こいつ光属性なんで、こいつを除外して、コラプサーペントを特殊召喚。トークンとコラプサーペントでリンク召喚。出てくるのはプロキシードラゴン。墓地に行ったコラプサーペントの効果でワイバースターをサーチ。
墓地のコラプサーペンと紹介して、ワイバースターを特殊召喚して、リンク4、バレルロードドラゴンと、まあ、こんな感じで出すことができます。また手札にね、書店にもしもワイバースターが来てしまっても、バレットモンスターって基本的に全て闇属性なので、墓地にね、どれでもいいんでバレットモンスターが1枚落ちてれば、サイバースガジェットとこれワイバースターっていう組み合わせでも、バレルロードドラゴンにつなげることができます。では、レシピの方に移りたいと思います。はい、デッキレシピこんな感じになってます。例によって説明文の方にも記載しておきますので、画面の方が見づらいという方はそちらも参照していただければと思います。触れてなかったカードいくつか触れていきたいと思います。まず、スクイブドローですね。このカードは自分の場のバレットモンスター1体を対象に対象を破壊することで2枚ドローすることができるというカードです。まあ、単純なドローソースとして使うこともできますし、気に入らないバレットモンスターを破壊して自分の欲しいバレットモンスターを場に出すっていう風な、まあ、そういった使い方もすることができるので、割と器用な1枚なんじゃないかなと思います。速攻魔法なんでね、相手単中にも使用することができます。次にこの究極封印神エグゾディオスですね。このモンスターは自分の墓地のモンスター全てをデッキに戻すことで手札から特殊召喚することができます。なんでこれが入ってるかっていうと、現状バレットモンスターってデッキの中に最大9枚までしか入れることができないわけです。まあ、つまり、まあ、大体8回ぐらい効果使っちゃうとデッキの中からバレットがもういなくなっちゃうんですね。バレルロードドラゴン1枚では相手の妨害をすることはできないので、やっぱり妨害の仕事をしてくれるのはこいつらなんですよ。なんでこいつらをまあ展開できなくなる、盤面に並べられなくなるっていう状況は、まあ、できる限り起こしたくない。そうなった時に、墓地に存在するバレットモンスターを全部デッキの中に回収できる、このモンスターは割と相性がいいのかなと思って入れました。簡単に手札から特殊召喚できるモンスターでもあるのでね、まあ、いざという時リンク召喚のリンク素材として活用することもできたりするので、まあ、いいかなと思って3枚ほどぶち込みました。はい、はい、エクストラデッキはこんな感じになってます。下段の1列、これはまあぶっちゃけ保険っていう感じで入れてるカードたちです。主に使うのは上段2段ですね。基本的にこのバレルロードドラゴンを出すにあたってここら辺のカードとかを使っていく感じになりますので、ちなみにこのバレルロードドラゴン、実は一応対象を取って500下げる以外にも一応2つほど能力があって、1つ目は相手のモンスター効果の対象にならないよっていう能力、2つ目がこのモンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算前にそのモンスターのコントロールを奪って、まあ、自身のリンク先に置くよという能力を持っています。で、そのコントロールダッシュしたモンスターはそのターンの終了時、じゃあ次のターンの終了時か、次のターンの終了時に墓地に送るよという、まあ、そういったなんか相手のモンスターを奪う能力を持っていますので、汎用リンク4モンスターの1枚として、まあ、今後いろんなデッキで活躍するモンスターになるんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。なんかガチャガチャ展開しまくってるというよりは、なんかこうなんつうかな、盤面に並べてこう相手をカウンターっていうのかな、牽制とかしながら戦うっていう、ちょっとコントロール色が強めなデッキなので、まあ、なんつうか相手とこうなんか駆け引きをしながら戦いたいなという方には割とおすすめなテーマになってますので、よければ皆さん自分なりのバレットデッキ作って楽しんで遊んでみてください。では、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら評価やコメント等いただけると非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウロンでした。さよなら。